はい、こんにちは、こんにちは、こんにちは、こちらは GS 局こと、京都 GS150JK3OTH、でございます。どうもこんにちは、本日はですね、当局、よく、コマーシャルで、ナインエリア、福井、石川、富山、こちら訪問するんですけども、その時にですね、ローカルの、各局様に大変お世話になっているということでですね、ぜひともお礼を申し上げたいということで、D スター705の D スター機能を使いましてですね、ナインエリアの各レピーターを全部訪問していこうと、そういう企画でございます。これがですね、なかなか応答いただけなくてですね、まあ、何ですか、四苦八苦している様子なんかをね、見ながらも意外な出会いもあるということで、まずは第1回、様子、ご確認ください。それではどうぞ。はい、じゃあ富山430からいきましょうかね。ハロー CQCQCQD スター、こちらは JK3OTH ジュリエットキロ3オスカータンゴホテル京都市下京区からターミナルモードにて富山430レピーターへゲート越えです。お聞きの方いらっしゃいますか、受信いたします。さあ赤岡430。ハロー CQD スター。こちらはジュリエットキロ3オスカータンゴホテル JK3OTH 京都市下京区からターミナルモードにて高岡430レピーターへゲート越えです。お聞きの方いらっしゃいますか、受信いたします。ハロー CQD スター、こちらはジュリエットキロ3オスカータンゴホテル JK3OTH 京都市下京区からターミナルモードにて南都430へゲート越えです。お聞きの方いらっしゃいますか、受信します。まあ、これどんどん8時だから浅いのかな、時間が9時かな。JK3OTH、来てるよ。こちらジュリエットキロ1アルファアルファケベック取れますでしょうか、どうぞ。はい、JK1 アルファアルファケベック、コピーしました。こちら JK3OTH です、どうぞ。 JK3OTH、 こちらジュリエットキロ1アルファアルファケベック、神奈川県藤沢市、神奈川県藤沢市、D モニターでなんと430からコールサイン指定で応答しております。なんと430で、お待ちしておりましたら、声聞こえましたので、お声がけさせ、お声がけさせていただきました。11日、神奈川県藤沢市で大変申し訳ございませんけども、どなたもお出にならなかったようなので、お声がけとなります。JK3OTH のこの際は、ちょっとツイッターで、最近拝見いたしました。私自身はフォローしている方が、そちらをフォローされてるんだと思います。最近再開局されたっていう感じですよね。あと、YouTube も、これも最近拝見させていただきました。初めての更新の方が視聴者さんだっていうような、動画だったかなと思っております。当局がおっしゃる通り、3日前に再開局、30年ぶりのリターン、カムバックハムです。はい。で、Q コール復活しまして、JK3OTH になりましたと。で、それまでライセンスフリー無線遊んでまして、そちらで京都 GS150 というですね、京都のコールサインでいろいろ波出してたんですけど、その時にいろいろお世話になったフレンド局の皆さんとかから YouTube やりなさいって言われてですね、YouTube 最近始めまして、今日もカメラ回ってるんですけど、はい。でですね、ナインエリアの皆さんにすごいお世話になってまして、
あの当局コマーシャルで頻繁に何エリア行きますんで、その時にあのいろいろ QS をしていただいたり、アイボールもあったりしてましてですね。で、今日は 何エリアの皆様にご挨拶に行こうということで、今富山430から順番にこう南下していってるんですね。で、なんと430に来たところで究極に拾っていただいたと。ここまで坊主だったんですけど、ありがとうございます。 D モニターすごいですね。あのよそのレピーターワッチできるとは聞いていましたが、これ初めての体験でございます。昨年5月に開局しました、マンション2階で住んでおりまして、ちょっと HF とか出れないので、ディスターで全国のレピーター巡りするのを楽しみにしております。いろんな全国のレピーター巡りするんで、なかなか応答率が悪いんですよね。応答率が悪いんで、ちょっとリモートやでしばらくワッチして、誰かいるかなというのを待ってるようなことも、うん、やっています。なんと430は、ね、今まで、更新したことがないので、ちょっとここでワッチしてですね、誰が出るかなっていうのを待っていて、ちょうどたまたま出られたっていうので、なんか聞いたようなこの際だなと思って、そういえば YouTube 先に出たなということで、ちょっと声がけさせていただきました。私もライセンスフリー無線やってるんで、なんかその辺の感じでツイッターのフォローした方がフォローされていて、それで、私のツイッターにも見えたっていうような形だったかなと思います。本日は偶然ですけれども、初めての更新でして、非常に嬉しく思っております。普段は藤沢430、神奈川県の藤沢430というところに出ておりますので、次回はそちらの方にでもご訪問いただければなと思います。本日はどうも更新ありがとうございました。ちょっと前本で申し訳ございませんでした。はい、JK1AAQ、JK3OTH です。はい、フルコピーです。オールコピーありがとうございます。状況了解しました。はい、ライセンスフリーもやっておられるということで、お仲間でもありますね。YouTube もさっき8時にあの新作アップしてますんで、またよかったら、覗いていただければと思います。はい。無線の面白いところでね、9エリアコールしたら、1エリアした出てきて、まあ、東京も15年ほど1エリア住んでたんで、藤沢もよくわかりますし、はい。非常にいいところだというのは認識しております。AA 究極もし差し支えなければ、この QS をもう YouTube の方に乗っけちゃっても大丈夫ですかね。ご返答いただけますか。お願いします。どうぞ。了解いたしました。特には構いませんので大丈夫です。了解しました。YouTube OK ありがとうございます。はい。本日どうもありがとうございました。長時間にわたり、お相手いただきまして、また D モニターで、日本巡りを進めてください。当局とまた出会いましたら、ぜひとも、お声掛けお願いします。本日はどうもありがとうございました。それではファイナルとさせていただいてよろしいでしょうか。お返しします。どうぞ。はい。JK1AAQ、JK3OTH。はい。FB な QS ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。73さよなら。はい。失礼いたします。はい。これにて、なんと430レピータークリアさせていただきます。しばらくワッチしてますので、他の局長さんいらっしゃいましたら、コールの方お願いいたします。それでは失礼します。ありがとうございました。